さあやっていきましょうか。あ、なんかすげえ下位の山でござんすね。ということで、前回はもうちょっとこの警察署にね、おさらばしようということで、まあいろいろとアイテムをね、取りまくっていたんですけれども、こっからは、そっか、ちょっと待ってね。確かここまだ処理してなかったよね。いるね。超スーパーチキンプレイで、ね、敵をとにかくぶちのめしてぶちのめして終わりたいんだけど飛んでくるのね。やばい危ない。あーちょっと待ってここら辺のところにあるダダ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 
ミングダメージがポコってくる、あーおやすみっていうこともあったりするんだけど、チラッと覚えとんの、ほい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 けいほいほい、あって、プチュ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 、扉を打ったとて、扉を打ったとて、やばい、やばい、嫌な予感する、嫌な予感する、ほらほらほら、オッケー、倒した、口直した、オッケー、おやすみ。意外とね、こうりっちゃんとかさ、ケロビルスに関してもさ、扉を飛び越えてビャッてくるからね、わらそこなんちゅうちゃうやろウェイって。さて、謎解きをしましてですね、で謎解きするのはいいんだけど、その謎解きをした後にね、こやつらね、ぶちのめして足もちぎれてるはずなのにもかかわらず、お構いなしに歩いてくるからね、ほんと勘弁してきろっていうところなんだよな。じゃあ、ほいっと、ほいっと、いうことで、ちょっと待ってね。で、謎解きタイム。タラッタッツッツッテレテッテレッツッテレテッテレッテテ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 テ、あれ？いけてないのこれ。なんかもうすでに止まってそうな気がするけど。うい？何かが違う。ん？ What?Why? 隊長 Why? なぜうまくいかない？ちょっと待ってや。あと何を動かしたらいいんや。こういう時に頭が回らないんだよな。なんでだよね。そうなるよね。だよね。クイッ、クイッ。そもそもそこが通電してないっていう話だもんな。ちょっと待って。ね。わからんわからん。クイッ、クイッ。回し方逆なのかな？いや、んなことはないよな。あ、いや、違うな。ん？あれ？あ、なんかよくわかんないけど、いけた。そういうことか。だから、真正面じゃなくて、右上の方をじゅ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 動かしておかなきゃいけなかったっていう話ですね。ということで、コールネーム、タイランツ。で、ここ取るのはいいんだけど、ほんと、もう目玉がびっくりすぎて、お値段が安すぎてびっくり飛び出して、ピョーンってなってるもんね。さあ、コーヒーの。でもそれじゃ、何の説明にもなってないと思うかな。アンブレラが、例の個人に。ハンドガンで奴ら撃退してタイラントに会わずに移動ができるかなと思うんだけど、それはさすがに無理かな。まあ一番楽なのはね、あそこで、ロケランぶっかましてないけど、残念ながらロケラン今持ってませんのでね、うん。ということで、まあ、近くにあるね、あの研究所ラブアテネイ。さあ、どんな修羅場が待ち構えているのか、皆さんもドキドキ胸をワクワクさせながらね、あの聞いて叫んで泣いてくださいな。さて、駐車場カードキーを取ったんで、行こうと思ったら、ピーコン、ピーコン、ピーコン、なんでこれ開くの？どういう仕組み？あ、そっか。どういう仕組みって、それはそういう仕組みだわな。さあ、いけるか、相手にして。無理だね、どう考えても無理だね。諦めた、さよならと思ったら、キャツがこっちに向かってくるからパンチ避ける。いい加減にしてくれ。甘いぜ、ベイベー。さあ、こっちに向かってくる。あ、ちょちょちょ、やばいやばい、引っかかって引っかかって。ほい。おいって、なんでー、お前、向かってくんの早いざますよ。めっちゃ、あいつらあっち行ってんじゃん。あれでも一体一体の体力少ない。そんなことないよ。カッチンカッチン。頭ザウルスカッチンカッチン。あ、向かってくる向かってくる向かってくる。さあ、もうちょ、あん？
あー移動範疇じゃん。あーお怒りですわ。これそっち行けねえんだよ。今から演出のために備えなきゃいけないんだけど、なんだ呼んだか。うーんって、ほらほら帰ってこい。あーちょっとあそこのゾンビ腹立つからちょっと来なくなり、私を帰ってきた。もうここでもうなんかいろいろやってても無駄な気もしたけどね。そろそろ次行きましょうか。はい、じゃあここで車エンジンブーってなって、あのよくよく見たらね、実はあのスワットのこのトラックかな、そうあれだから2台あるんだよね。どっから引っ張ってきたのオタクって。これでようタイランドで引き殺すことができるわな。ピクピクすな、あなたを二度救ったわって言うけど、でもね、あの多分ね、もっとこの子救われてる。あ、でも、いいね、優しいね、そう考えたら。ほら、あの最後にさ、スーパータイランとぶちのめすときにさ、ロケランくれるじゃんか。これで、あの、お会いこようとか、なんか、これで、あの、借りを返したわよって言ったけど、その前に、あの、ね、今回とさ、ケロビルスで2回貸しをしてるわけじゃないですか。あ、でもそっか。1回は、よ、のことないよな。1回はそのアネットからの銃撃を救った、それのことをこれで借り貸しなしよって言ってんのか。それはだとしたらどうなんだろうな。なんか見れば見るほど味のある美人さんに見えてきたな。キュンキュンしてるな。後ろのチャックを下ろしたいな。もうドレスも全部脱いでくれたらいいのにな。さてじゃあ、彼女がお待ちなので、あの言うこと聞きますお嬢様ということで、ピーピーって insert card。 ずるい、自分だけくぐろうとするなんて。俺もくぐりたい、あなたのお股の間を。こんなこと言ってるからもう嫁にも嫌われんだよな。あの全然嫁さんはこう僕の実況見てるわけじゃないから、あの嫌われ、あれ、待って、ダメージが大きすぎてカーブ食ったのに意味がなかった。グッても最高だから、ね、このまま向かって、ここになんかね、あの隠しアイテムなりさ、あの駆除すべきランク君とか、あそういうのがあったら面白かったなとか思ったりするけど、そういうわけでもないんだもんね、残念ながらね。なら君は何を探してる。なら君はめっちゃ走ってきたわ。なるほど、距離を空けまくるとこんな感じになるのか。じゃあガンショップ券とかよく分かってね、そのさ、ここのなんかあのお店を通るしか、このガンショップを通るしかなさそうねって言ってるけどさ、うんね、おお、ごめんなさい、今ちょうどあのごめんなさい、手元にあった携帯に LINE の通知が来て、あのいとこが入籍したよっていう連絡があった。おめでたい話をもらったわ。ひどいありさま。でも いくつや、俺の5つ下だから25歳か。まあまあな若さだね。うん、まあ、看護師やってるんでね、あの持ってるもん持ってますからね。女の子だとそれだけ持ってたらね、あ女の子なんですけど、動くなって言ってたのに。いやでもそんな話を聞くとさ、銃を下ろしてね、うるさい、うちの弟どもはいつ結婚するのかな。僕が26で結婚して、まあその直後にね、まあ、27になったんだけど、で28で子供が生まれて、だからね、娘のことはお前には関係ないで、でまあ2個ずつ離れて、弟が今28と26になった年かな。やめろ、下の方の弟にも誕生日を迎えて26なんだけど、処理しないと、処理だと。下の弟はね、なかなかのアイドルオタクと言いますか、オタクっていうか、まあ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 オタクまだ行かないけどね、まあ、それでもやっぱり東京とかにライブ見に行ったりしてるから、まあオタクはオタクになるのか。でもなんかオタクの上位互換っていうのがいるらしくって、なんか地上にいるオタクに飽きたらみんな地下アイドルに走るみたいな。だからまだそのなんていう の, あのなんとか46とかさ、あの 坂道クラブっていうのとか、あの AKB とか NMB とかそこら辺のあのなんか表に出てる地上のアイドルに、まあ、あの没頭してるうちはまだまだ二番煎じで、あの本当 の, あのアイドルオタクは地下に潜るんやみたいなことを言われて、その話を聞いてる時点でお前もなかなかなオタクだぜって思ったりするんですけどね。いやあのこういうね、あのしょうもない話をしとかない、ちょっとこのシーンはね、娘を持つね、あの自分の身としてはすごい、ね、耐え難いんですよね。ママは眠ってるんだ。最近ね、あの娘ちゃんがね、あの僕の足によーしがみついてくるんですわ。しがみつきながらね、あのなんかけっけけっけ言いながら何かを訴えるような目でこっちを見てくるからね。本当に
になってもこうやって娘を抱きかかえられるパパでいたいなと思うよ。剣道は本当ね、まあ、でもエキストラコンテンツで娘を殺したのに自分は逃げるみたいなね、あのパパをやっちゃってるからね。どうだろうな実際な。ウォーキングデッドとかでもさ、あの嫁さんが死に、で息子が死んだリック、まあ、途中で退場したけど、ね、ずっと生き続けているっていうのもあるし、あとはあのソフィアだよね、ああそのお母さんの名前忘れちゃった、誰だったっけ、何が起きてるのか教えて、ソフィア、こんなこと止めないと、かだだダリルは言ったけど、ああどう忘れした、俺は警官になったんだ、あの短髪からロング髪になったあの白髪のね初老の人みたいな感じになって、あの旦那さんが DV しまくるやつで、あの第1アンブレラを止めることなの、シーズン1でゾンビに食い殺されたっていうやつだけどね、忘れちゃったな、この街を救うためなら、それもね、あのシーズン2で早々に娘さんが亡くなって、そこからもうシーズン今11だか12だか行ってるけど、うん、結局生き延びて最後まで行ってるわけだもんね、まあ、最終、まあ、ラストシーズンが一体どんな風な結末を迎えるのかっていうところだけど、果たしてそのウイルスが全て壊滅して解決するのか、でも今のなんか展開的にあと16話で全部が終わるのかってなんか僕は微妙な気がする、なんかこんな終わり方っていうような予感がするんだけど、今の状況も説明がつく、ニーガンがあのねグレンとあの大佐誰だっけ、もう忘れちゃった、もう随分と前だから、多分それシーズン6か7くらいだよね、そのあたりちょっともう見なくなっちゃったもんな、だからあとはつまみ食いで、なるほど、なんかね、ウォーキングデッドのブログを書いてる人がいたから、それを見て話をちょこずつちょこ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 見て聞いて笑って、こんなところにいるのか、そのくらいだったからな。おいおい、よくニーガンがいるもんなってる、カールが死んでリックが退場して、で娘ちゃんがね、あのジュジスがあのニーガンを諭していいもんになったみたいな話とかあったりとかしたけど、今のは地震か、ニーガンはやっぱりあの完全懲悪でなきゃいけない、なんだあれは、でも思うけど、そこら辺はねどうなんだろうな、まあ好き好きってところですからね。さてじゃあ、アイテムをカチャコンとしておいて、まあここすぐパッと終わるし、まだ12分くらいなんで、この先進めてワニちゃん倒したらあのエイダパートに変わるんで、まあそこまで行ったらあの一旦ここ区切りたいかなと思います。またか、またか、まさか最後まで付き合っていただきましょう、好き合っていただきましょう。誰がハメハメ、ね、本当にこっちでいいのか、残念だけ だけどにしても巨乳だよな。エイダちゃんはちょっとしたね、あのやっぱりあの B の70くらいだからこそいいなって思うあれだった。まあでも6の時点で見てると C はありそうだな、忘れてスレンダーだね、っていうことを考えたら、ジルとかクレアとか完全に G だね、 G どの G だよ、ね、さあじゃあちょっと逃げてみて、てて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 、プシュッデレレ大容量かけられてる。ワニの出番ももうちょっとなんかこうね、まあそっか、実際のバイオ2もあのボンベ食わせたら一瞬でお亡くなりだったもんね、これ結構危ないんだよね、いつも毎回思うけど危ないもん、よし、逃げろ逃げろ逃げろ、銃どこにやったのよ、あんた、てかまずね、水の中こんなスピードで走れねえんだよ、普通に無理無理、どう考えても無理だよな、よういけるもん、うわー肉片が飛び散ってるわ、ワニ曰く気持ちいい、満足か、食いしん坊、まあ、食いしん坊であることは間違いないよね。まあでもワニってその食べたいか食べたくないかっていうことに関係なく、その口に入ったものをあのチェックすることで見えた、見えた、レオンこっちよ、ここ意外と白いパンいいから上がって、これまああのスナイパーライフルとかあったら最高なんだけどね、黒に黒だな、超黒かったもんね、見えたでしょみんな、うん、赤いドレスに黒いストッキングで中には黒のパンティ、だから原色ばっかり、人を化け物にするウイルスじゃなかったのか、あれはワニだ、さて、正論ね、無事に入られた、じゃあここ入って
なんか都合よく開いてんだよね。エレベーターで普通押してドアがぴゃんって開く式なんだけど、ね、98年でまだこんな古いエレベーターがいっぱい残ってんのかに、よくわかんないけどさ。さあ堪能堪能、チラチラ、ウリ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 、あちゅ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 、早くしまって。次のマシュマロちゃんを私がパクパクしてあげようか、焼きマシュマロにしてやろうか、それとも先っぽをちょっと黒くしてやろうか。あこの手のタイプは多分ね茶色っぽいよね。うん、何がとは言わないけどね。はい、とても危険な存在よ。さっきのワニよりずっとね。よし、じゃあ、セーブポイントまでたどり着くことができましたので、一旦ね、区切りがいいというところなんで、まあ、次回ね、ちょっとエイザちゃんになりますから、このあたりでね、終了とさせていただきたいと思います。ということで、ね、今度がね、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、続いて応援していただめっちゃ避けるやん。応援してくださいね。はい、めっちゃ避けるよ。めっちゃ逃げるよ。まだこの時は心開いてないみたいですね。はい。じゃあ、嫌われたレオンちゃんと共に、お疲れ様でした。さよなら。バイバーイ。